依頼は二つ。聖少体、天元様との適合者、その少女の護衛と抹消だ。天元様の術式の初期化ですか。ただ老いる分には問題ないが、一定以上の老化を終えると術式が肉体を作り変えようとする。天元様が天元様でなくなってしまう。呪術界の拠点となる結界、多くの補助監督の結界術だから、500年に一度聖少体、天元様と適合する人間と同化し、肉体の情報を書き換える。だからコロモンからやり直すって話ね。現呪術界の転覆を目論む呪詛師集団Q、 それまで少女を護衛し、天元様の元までを送り届けるのだ。万世教の方はなんでガキンチョ殺したいわけ。崇拝しているのは純粋な天元様だ。まあ大丈夫でしょう、俺たち最強だし。だから天元様も俺たちを指名したんだろ。天元様に会うかもしれないわけだし、私、最低でも僕にしな。お、これでガキンチョ死んでたら俺らのせい。あ、恨むなら天元を恨み。目立つのは勘弁してくれ。今朝怒られたばかりなんだ。いやー、セーフセーフ。君、五条悟だろ。やりすぎて怒られたくないからね。泣いて謝れば殺さないでやるよ。どうだ、全員聖少体暗殺一枚噛まない。その話受けてやる。